春日ガ市立斉藤山大小学校はかつて愛知県春日ガ市藤山大にあった市立の小学校。1973年4月に高蔵寺ニュータウン4番目の小学校として開校したが2016年3月に春日ガ市立藤山大小学校に統合されて閉校となった。1973年4月1日高蔵寺 ニュータウンで4番目の小学校として開校した。藤山台では1968年開校の春日ガ市立藤山台小学校と1971年開校の春日ガ市立藤山台東小学校に次いで3番目の小学校であり、また1972年開校の春日ガ市立岩西大小学校に次いでいる。開校時の児童数は362人であり、 1987年には619人にまで増えたが2007年には288人にまで減少している。2010年代には、春日市イが藤山大の3小学校の統合を検討した。まず2013年4月には藤山大小学校と藤山大東小学校が統合されて藤山大小学校となり、2016年4月には 富士山大小学校と斎藤三大小学校が統合された。この過程で斎藤三大小学校は2016年3月に閉校となった。校章は公明の略称である斎藤を中心に廃止、その周りに山と大を図案化したものである。全体の形を円形にしたことには、児童が心身ともに健康で円満に成長することを願う。 親と教師の期待が込められている。校区は南北に細長い。校区の北側には、中層の高段住宅が多く、東側、西側、南側一戸建ての住宅地となっている。校舎は緩やかに盛り上がった丘の頂上付近にあるため、校舎の3階からは、終わり給料が一望できる。進学作中学校は、春す市立、藤山大中学校である。 最寄り駅は JR 中央本線構造寺駅だが、約3キロメートルの距離がある。ありがとうございます。